音が聞こえてきた。何の音？ここだ。こんにちは、マイスター。こんにちは。お疲れ様です。今日は船橋のロックバー、パンクロックブルースハッピーハウスさんにやってまいりました。すでにドラム鳴ってますね。行きましょうか。この2階ですね。2階入っていきましょう。行きます。お、雰囲気がロックっすね。抜けないイメージがあったんですけど、はい、さすが楽器屋さんが一番いいところに置いてた楽器だと思うんだよね。すごい。これは多分みんなね、モチベーション楽器だと思う。こんだけ、いやー、やっぱこのピックアップ抜けもいいんですね。いいですね。ホワイトレンジらしい、うん、通常ホワイトレンジってそこまでこう抜けないです、そのフィルムじゃないやつとかだと。でもこれはさすがにすごいですね。じゃあ次は何いきますか。これのチャックベリーも重いんですよ。重いんですよ。まあ、当時はそうだったのかなって思う。あとね、重い、いいんですよ。ルシールもめちゃめちゃ重い、うん、ああ、ルシール重いっていうね。ちょっと多分今ね、ロータリースイッチが、イメージとしては、これ重量感がドシンとしてるから、それに負けない前に出てくる。そうそう、聞けど密度がある感じ。そうなんか、ね、鉄の土台があって、ドーンっていくような。
あのレンジが変わるんですよ。中にコイルとかが入ってて、なんですか、コンデンサー逆みたいなどこが打ちますか。ほう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 、これはこれで面白いですね。打ち消し合ってるような感じ、はい、実際のところ演奏中に変えることはないですよね、うん、まあそういう余裕がある人もいるかもしれないけど、そういう使い方はできないけど、挟まないみたいな感じかもしれないですね。もしかしたら、ね、もう直で流すか。しかも、ね、しかもピック側の触るだけでもマイク拾っちゃうから。本当だ、ここだけでもカチカチってカチ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 。広い。違いってや綺麗に撮ってみますか。俺には気づくやないけど、俺は気づかないけど、ね、これ今、うん、あ違う、これで、あここでソロにするとここが足されますね。じゃあ後ろ固定なんですか。こっちは多分どっちもなってるっぽいですね、うん、今。あこんなに拾うんですよ。そうそう、もうピックガード叩くだけで全部拾っちゃうから。多分ポッティングしてないですよ多分。まあ、いただけですよ、ここまでなると。伝わるよね、うん、この細かさね。こんにちは、柴田です。今回は船橋のロックバーハッピーハウスさんへ伺っております。オーナーの
周さんです。あ、高橋周一です。よろしくお願いします。こんにちは、はじめまして。ツイッターでこの間つながりましてそうですね、ありがとうございます。こちらこそ。なかなかやっぱコロナになって飲む機会が減ってきたんで、そうですね、あんまりこの辺もうろちょろしなくなったんですけど、お店は何年ぐらい前？お店はね、ちょうどね、あのシーナ&ロケッツのシーナが亡くなってから初めて、ちょうどシーナの日から4月7日から始めてね、だからちょうどだからシーナと共にって感じだから、まあ今度で丸8年かな。普段はバーみたいな感じで、そうですね、感じでっていうかね、ここね、だから2年ぐらいずっとコロナでね、でだからちょこちょこライブ営業だけやってたみたいな感じだったんだけど、でもここのところじゃあ真面目にやるかなとかって思ったらもう全然お客さん来なくてね。なんかやっぱ言いますよね、そのラーメン屋さんにしろ、うん、居酒屋さんにしろ、うん、いざこう開けてもやっぱりなかなか戻ってこないっていう、そうそうって感じ。でイベントの時だけはまあ普通にね開けて、ただイベントもねそんなに言ってるわけじゃないし、あの俺もちょっとこだわりあるからさ、そういう何バンドもやってお店が売れりゃいいやっていう感覚ではないよね。お客さん増やそうよみたいなさ、そのバンドに売れてほしいっていうね、一晩で育っていくような、そうだね、そういう感じが自分としてはね、業界としてはね、それが正しいでしょって思ってるわけ。いや思います、なんかそういうところちょっと少なくなってきて、まあ、ライブハウスシーンってどうしてもちょっとこっちの方ばっかりこっちでしょ、まあ箱の人もね商売だからしょうがないけどね。そうですね、だけど現実演者がお客さんっていう状況、それはちょっとね俺は好きじゃないっていうかね、っていうかね、ちっちゃいところでさね、いっぱい入るようになってさ、大きいとこ行けばいいじゃないって思うんだよね、俺はね。それがやっぱり、まあ、音楽 の、 その日本のライブシーンのルーツですよね、そこから始まってますよ。まあ、うちなんかね基本投げ銭でやってるけど、投げ銭ってやっぱりさプロで上手い人じゃないと入んないのよ実際の話。別に投げ銭でやる人は別にそのいくらとか設定したってできるんだけど、ただね、そういう人でもみんな来てくださいっていうような低めの設定でやってるだけの話、ね、投げ銭ってすごいですね今、と考えると、でも今投げ銭が結構ある。 あります、ちょ、まあ、お酒を飲みながらねこう演奏してお客さんと近い距離感でやるんや、ハッピーさんが一番やりやすいのかな、まずはね、そうやってちっちゃいところからやってね、っていう人がいたらね、ぜひ出てほしいよね。でも弾き語りから、まあバンドも全然いけますね。4人いけるようになったな。ちょっと狭かったんだけど、今4人。全然いけますね。4人もいける、普通に連絡は、ツイッターとか、ツイッターでも、フェイスブックでも、はい、ご連絡いただければ。はい、で、まあ自分の映像なり音源なりとかですね、周さんに聞いていただいてっていうところにはなりますけれども、ぜひぜひ皆さんお声掛けください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。周さんでした。ありがとうございます。どうもありがとうございます。